どうも、ケントです。今日もよろしくお願いします。まあ、今回もゆっくりこう飲みながら、もう夜なんでニューヨークもね。で、ロミちゃんも寝てます。ロミちゃんも寝てます。で、ゆるーくお話していきたいなと思います。で、今回は、ニューヨークに僕住んでるんですけど、今後の海外留学っていうことについてちょっとお話したいなと思います。で、今回なんでこの話しようかなと思ったら、YouTube 見て DAIGO さんがちょろっとね、話してたんですけど、今後の海外留学っていうのはまた来年になるっていう話を聞いて、で、僕実際今ビザ、アーティストビザなんですけど、この申請で、今ちょっと苦労してます。だから今このね、今コロナウイルスで大変な中なんですけど、もうこう家で自粛してやってるんですけど、今ね、こう、海外が大変な中で、これから海外に行く予定だった人とか、これから行きたい人とか、ね、で、そういう人たちが今すごい心配な気持ちになってると思うんですけど、心配しないでください。多分、これは僕も、政府が今動いてない状態で、ビザが届いてないだけであって、ビザはこれからも発行されると思います。で、絶対ダメになるってことはないと思います。ただ時期が今は悪い。なので、この期間に準備できることっていうのをお話したいなと思います。まず、学生ビザとか、いろいろなビザがあるんですけど、僕は今回その全体的なビザのお話をさせてもらえたらなって思うんですけど、まずは、しっかり、自粛っていうことをしてください。なぜかというと、アメリカが今、なんでこのビザが難しいかっていうのは、その今自粛を、ロックダウンですね、自粛をして、で、それにあたって、やっぱりそのアメリカの経済が回るってことをやってるんですよ。けど、これにあたって、じゃあ海外から来るね、ビザを取って学生になる人が来るとか、他のアーティストビザの人が来るとか、いろんなビザを取って海外の人が来るってことは、今アメリカにとって、すごい今しようとしてるプロジェクトですよね。こういう自粛をしてコロナウイルスを減らすってことにあたって問題になってくると思うんです。なので、僕たちはこう自粛して、まずアメリカの経済が動くことっていうのを今、こう、大切にしているので、自粛してます。なので、一生アメリカに来れなくなるから、あの時の今、アメリカでビザが取れなかったから行けないっていうんじゃなくて、海外、アメリカは今、僕はニューヨークなんですけど、ニューヨークもすごい頑張ってるので、早く、海外から人が来てくれたりとか、アメリカの経済が回ったりっていうことを多分そのニューヨーク側も頑張ってると思うので、まず諦めないで今はしっかり待ってほしいと思います。で、じゃあお金貯めてた仕事でお金がどんどんなくなるやんかっていうんじゃなくて、それもそのお金をしっかりキープする行動ですねをしたりとかして、その今はこうつないでいくってことがすごい大切だと思うので、海外留学がなくなることはないと思います。ただそれが多分来年。でも来年って言うともう5月ですよね。で、来年の、じゃあ、また年越して再来年になるってことは、僕はないと思うので、諦めずに今はちょっと待ってほしいと思います。で、僕らの仕事も日本からの仕事を受けないとダメな仕事なんで、僕らもそれを待ってる状態です。で、アメリカもどんどん良くはなってきてるので、今後ね、僕らも海外での仕事っていうのは入ってくると思うので、今はアメリカも日本側もそれを待ってる時間だと思って、焦らないでください。なので、今後の海外留学するにあたって、今は耐える時間っていうふうに思ってもらえたらなと思います。なので、夢を諦めずに海外に、いつか来るっていう、その希望を大切に待ってもらえたらなと思います。じゃあ、ちょっと今日は短かったですけど、海外留学諦めないでっていう意味でこの動画を撮りました。なので、いいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。